おはようございます、みさぺこです。今日はこちらの顔面ですね。カトゥーンのコンサートが決まったので、その現場に入るメイク、いつも通りやっていこうと思います。今こんな感じでしっかりメイクしましたので、その模様を皆さんにお伝えできればなと思います。それでは本編の方をご覧ください。レッツゴー。はい、今日はコンサートメイクの動画ですね。やっていこうと思います。私最近さ、メイクするときに音がないとさ、こうなんか、なんていうの、やる気が出なくて心が疲れているのかなって思います。今もね、ちょっと動画撮らなきゃって分かったんだけど、もう30分ぐらいなんか SNS 見てた。はい、セザンヌの皮脂テカリ防止下地保湿タイプ使っていきます。どうしようか、今回メイク全く考えてない。今回はカメニャのバースデーに入るわけじゃないですか。私としてはね、あの2月23日、もうほんとあと 何日、18日後にはコンサートなわけなんですよ。なんだけど、何にも決めてない。何にも決めてない。罪深い。ということで、ファンデーション、ティルティルのマスクフィットクッションを使います。だいぶね、減ってきたよね。買いに行かなきゃ。私がよく使ってるさ、何？お店？ポップアップストアなんだけど、あそこポップアップなのか、もうあそこにずっといてくれるのかわかんないショップがあるんだけど、そこでね、今度また買い物をしようと思ってるから、その時になんかいろいろ買おうかなって思ってる。この間ね、視聴者さんにね、クッションファンデはこうやって塗るんですよって教えてもらったから、うん、教えてもらったっていうか、その次回に教えてもらったわけじゃなくて、こうコメントで教えてもらったから、ちょっとそれを試したらめちゃくちゃ均一に綺麗に塗れて、あ、すごいって思った。はい、インテグレートのビューティーフィルターファンデーションの1番使っていきます。今日本当はコスプレ衣装の移動をしたかったんだけどな。はい、というわけでパウダーまで終わったので、眉毛描いていきたいと思います。眉毛ね、黒かな茶色かな、黒だよな、黒、まあ、黒、黒にしよう。背中濃いめの色にしよう。これがミンシュジーかなのアイブロウです。福袋に入ってて、アイブロウ買わなきゃな。まさか私がアイブロウを使うようになるとは思わなかった。エモダのチェリーコスメパレットのアイブロウを使っていきます。この一番濃いやつね、これ使っていきます。超可愛くてごめん、濃い眉毛ができました。こっからですよ。まあ、このエモダのパレットを持っていくこと決まってるから、これは使うとして、どうしようかなって悩む、うん。めちゃくちゃ悩んでいる。これでも私めちゃくちゃ悩んでいる。どうしようかな、ピンク。カメニャピンク。ファンタジアがね、イメージが青か紫なんだけど、ちょっと私カトゥーンコン2年連続青紫のカラーだとあまりにも変わり映えしないなと思って、どうしようかね。とりあえずエモダのカラーで、よいしょ、この色取っていきます。
亀梨のお誕生日だよ。どうする？いや、どうもせんのやけど。誕生日公演ってさ、カトゥーン今までそんななかったじゃん。2月、9月、10月だからさ、ほら、基本カトゥーンって春コンだったから、すごくなんか、違和感しかない。これはね、ぼかしで使いたいんだよな。で、アスノアスの、これの、下、くすんでる方のピンクを使って、ちょっと色を出していきたいと思います。いい感じ。では、クリースします。インテグレートのグレッシーコンシーラーですね。使っていきます。うん、いい感じ。ちょっと幅広くていいかな。うん、いい感じで、リンメル、リンメルのプリズムパウダーアイカラーを使っていきます。よし、では2度目のカットクリースしていきたいと思います。柱とかしっかり形作るためにきれいに塗っていきます。よし、そしたらここまで来たら、この中だよね、椅子のこと全部ピンクにしてやろうかな。プリズム違う、ファンタジアですからね。白とかでもいい、かわいいよね。白なんかあるかな。あ、これかわいいな。これにしよう。中はもう色をつけないで、このまたよくわかんないとこだよ。民主G かなのこのグリッターを使っていきます。で、全部塗っていこうかなと思います。なんかね、メイクにね、こうしなきゃいけないとかいうのはね、ないと思うんだよね。技法とかはさ、あると思うよ。こうした方が綺麗になりますよとかあると思うけど、こういうのに関してはもうなんか好きにしてもいいよって感じだと私は思っている。うん、わかる？このきらめきめっちゃ可愛くない？めちゃくちゃ可愛い。で、この上を乾かしてる間に、上を乾かしてる間に下の涙袋を作っていこうと思います。私さ、前の動画で言ったと思うんだけど、酒飲みすぎてさ、吐いちゃった時にさ、胃液が出ちゃったのかさ、逆流性食道炎みたいな状態なんだよね、今。めちゃくちゃ喉が痛い。ちょっとこれは早く使い終わりたいから。これ、100均のね、2way アイクレヨンのやつ。お、目の下に。持ってちょっとピンク欲しいから、このアスノアス、さっき使ったやつを塗る。下にね、目尻の方にピンクを塗る。塗ったら、ちょっと微調整する。このペンを持っていくか持っていかないかまだ悩んでる。で、インテグレートのリキッドアイライナーで下をやっちゃいます。これほぼないから、強めにつけてても大丈夫。うん、アイラインはもう読めない。ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープっていうので、いつも通りライン引いていくよ。カトゥーンはもうギャンギャンに釣り上げ、いや私釣り上げない時がないんだけど、なんか右と左で目の形違くない？最近さ、元の目の形がさ、右と左で違うからさ、左右対称っつうもんなんないんだよね。よし。では、ノーズシャドウとかに行くので、カメラ引くね。ノーズシャドウとかしていきます。私が使ってるのは、トゥークールアートクラスのロビン。さっさかメイクしていくね。うん、オッケー。ちょっとこのエモダでリップラインを作りたいと思います。汚いんだけど、このピンクね使います。ちょっと縁取りをピンクでし
してみました。さあここからリップなんですが、ピンクねないのよね。はい、ではまずこのマビックのリップ塗っていきます。これあんま使ってないからどんな色になるのか、ちょっと上がったかな。で下書きの通りにこんなに前唇の山とか作っていくみたいな。私最近のリップラインはこう下書き代わりにしています。で上からジーナとアングリットのピンクのグロスを使っていきます。下が赤すぎてピンクの意味ないかもしれないんだけど、よし、こうやってちょっとトゥユーになったところで、チークはもう他のパレットを持っていくのがちょっとしんどいなって思うので、エモダのこのピンクのチーク使います、ではつけまつげをつけておしまいとします。つけまつげはいつものコンサート用の、あのバサバサのやつね、つけていきたいと思います。はい、というわけでできました。こんな感じでカトゥーンコンのコンサートメイクはこんな感じでございます。これにカラコンがつくかなって感じですね。カラコンどこやったんだっけ、探します。はい、ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。よかったらね、またこいつこんな画面していってるよって思っても大丈夫なんですけど、あのちょっと優しくしてくれると嬉しいです。ということで本日の動画はここまで、いかがだったでしょうか。よかったら皆さんまたね、次回の動画でお会いしましょう。みさぺこでした。またね、バイバーイ。